スドグダの紋章、スドグダは、ロシアブラジーミル州の中部にある都市。メシュチョラ定地を流れるスドグダ側の左岸に位置する。州都ウラジーミルからは南東へ40キロメートル。人口は13,328人。スドグダの中心地かつては、商人などが住む集落であり、17世紀初期の文書には、スドゴドスカやスロボダの名で登場する。後に、単に、 スドグダと呼ばれるようになった。地名の由来はこの町の片荒を流れるスドグダ川で、この川の名は先住民のフィンゴゴル系の言葉に由来する。1778年に人口の少なさにもかかわらず死の地位を得ている。同時に軍の行政中心地にもなった。1788年には都市計画も施行された。 1806年と1838年には大火で大きな被害を受けたが、19世紀後半のロシアの工業化がこの地にも及び、1879年には織物工場が、1897年にはガラス瓶工場が開業した。スドグダには1814年に建てられたエカテリニンスキー制度を、1870年に建てられたアレクサンドルネフスキー制度がある。 また博物館もある。主な企業には元便工場だった建物を使った毛織物工場がある。繊維、家具、食品などの工場もある。スドグダには全長4 6トルの貨物線の終点がある。この鉄道は東へ伸び、コブルフとムーロムを結ぶ鉄道に接続している。ウラジーミルからムーロムを経てアルザマスへ向かう国道72号線が街を通る。 ありがとうございます。